エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はアプデゴのトライストリンガーのギアパワー候補を紹介となります。アプデゴでいろいろな武器の強化とトライストリンガーの性能の変化というのもあって、ギア選びに困っているのではないでしょうか。特にチャージ中の一速の強化もあり、ギアの付け替えが発生している方も多いのではと思います。そこに環境の変化が起これ、ばより考えることも多くなってくると思います。ということで、今回はアプデ後の環境に合う可能性が高いギアパワーについて次の順に紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず最初は付けたいギアパワー候補について紹介したいと思います。今回の候補はどのルールでも付けていっていいかなという基準で選んでいます。1つ目はメイン効率になります。これはトライストリンガーにとっては切っても切れない関係ですね。というのも、今回のアップでは一角を出やすくしたものではないため、劇的にエイムが向上しない限りは減らすことはないと思っています。そもそもトライストリンガーの強みは、どこに逃げてもしっかりと手数で追い込むということです。そのため、試合中にどれだけの矢を多く打ちつつ、しっかりとキルを取ったり足場を整えることが求められます。この行動を考えると、手数が落ちてしまうと強みがなくなるので、一角の精度が上がらない限りはつけたままかなと思っています。塗りが弱い編成でもしっかりと足場を整えて、スペシャルで援護ということもできますからね。外せないギアパワーかなと思います。メインの数としては1個分は欲しいところのギアですね。2つ目はスペシャル増加になります。これはトライストリンガーの強みであるメガホンの回数を増やす要素ですね。メガホンレーザーの強みというのは、射程を無視した追尾性能の高い攻撃と索敵力です。トラストの場合はメインやサブと組み合わせることによって、さらにその性能を伸ばしつつ敵を追い込む手段にもなります。場合によっては防衛の要としてメインよりも活躍しますので、常にスペシャルを回せる状況は大事かなと思います。またスペの回転だけではなく、塗りと攻撃が忙しいトラストのインク回復源ともなるので重宝します。個人的には 1.2 から 1.4 ほどつけると増加割合の恩恵を受けやすいなと思います。3つ目はサーマルインクになります。今回のアップデによって爆風ダメージがアップしたので、取りこぼしの強化のためとなります。サーマルインク自体はメインを当てることによって発動はしていましたが、以前ほど爆発に脅威がなかったため微妙でした。微妙というのは、相手が逃げずにその場に滞在したり、近場まで異界堂で隠れる程度だったからです。これだと索敵の予想がしやすいので、必要性が低くなってくるんですよね。ただ今回のアップデの影響では、爆発込みで一角が取れるということもあり、相手が攻撃を受けた後逃げるようになっています。トラストの攻撃自体への認識が変わったことにより、逃げ意識が高くなったように感じますね。この意識のおかげで、逃げる移動距離が以前よりも遠くなっているので、逃げた先を特定できるっていうのは非常にありがたいです。逃げた相手を追撃で確実に倒すためにもつけておきたいギアだなと最近特に思いますね。4つ目はサブ性能になります。トライストリンガー扱いによっては重宝するギアの一つですね。特にサブで通路を塞いだり、高所を抑えることを意識している方は、このギアをつけることが多いのかなと思います。このギアをつけるメリットとしては、距離が伸びることによる安全圏からのクリアリングと投げる速度アップですね。安全圏から投げれるのはメインと同じ射程で投げれるので、邪魔がしやすくなります。また投げる速度が上がれば、逃げる際に素早く足元に投げることが可能となります。特に今作はチョークポイントで敵が動かないということが多いので、散らす対策としては距離を稼げるサブ性能は便利です。ただマップによってギア数が変わるので、個人的にはギアを 0.2 から3でコントロールするくらいがいいのかなと思います。5つ目はラスパになります。これは人によって好みの分かれるギアですが、どのルールでも使えるギアかなと思います。というのも、トライストリンガーで試合をする時の問題というのは、防衛のためのインク枯渇問題が出てくるためです。
これは試合後半で相手の攻撃が激しい時ほどリンクの制限がかかって逆転される原因となるからですね。ファラストの防衛ですが、基本的にはメインでの塗りと攻撃、さらに通路へのポイズンを撒いたりとインク消費がとても激しいです。これが狭いマップや味方のデス状況によってはメインギアを大量につけていても足りないんですよね。その保険として扱えるのがとにかく強いギアかなと思います。またインク回復速度アップが今回紹介ではありませんが、試合後半に向けて発動するのにも実はかなりありがたいです。どうやってもインクを回復する時間っていうのは発生してしまいますので、その時間を短縮できるのはかなり助かります。しかもカウントが進みすぎて接戦の時ほど発動すると恩恵がでかいギアとなりますよね。ただカウントを一気に進められたりデスが多いと発動の機会を逃しやすいギアだなと思いますので、人によっては発動が狙いづらいギアかなと思います。はい、ということで今回のアプデコで候補として挙げたギアパワーは5つほどとなります。全部つけるのは無理ですが、好みに合わせてつけるっていうのはいいのかなと思いますね。続いては用途次第では使えるギアとなります。ルールや武器対策に特化した時に力を発揮するのかなと思うギアですね。1つ目はイカ速になります。イカ速に関しては正直その人の移動時間次第だなと思ってます。敵陣と自陣を移動しまくるタイプの人であれば積んでもいいギアかなと思います。またガチホコでホコを運ぶ人ですね。個人的には逃げるのが遅れる、または相手の前衛に追いつかれてしまう人には相性がいいギアだなと思います。2つ目は人速になります。今回チャージ移動速度が上がりましたが、金闇や移動速度自体を上げたい人向けかなと思います。チャージ移動速度が上がりすぎるとエイムを合わせれるかという問題も発生しますので、つける際は注意が必要かなと思いますね。3つ目は大仏になります。こちらもデコイチラシやホックソナー、ホコバリアといった特定の対策に向いているギアです。環境の変化として以前よりもカニタンクなどは多くありませんが、単純に自分にとってしんどい武器対策としてはありですね。ホコバリアを割って初動から有利にしたいなどあれば、つけるのはいいギアかなと思います。4つ目はステルスジャンプになります。これはマサバなどの縦長マップに合わせた際はいいギアだなと思います。そもそも前線をキープするためにジャンプがしづらい、または見つかりたくないという時にはいいギアかなと思います。特に縦長のマップの場合、移動だけでは時間がかかりすぎてしまいますからね。スパチャンで飛んだ方が有利位置をキープできることも多いので、ステジャンで移動するのはありかなと思います。最後にですが、後方ギアパワーをもとにセット構成を紹介したいと思います。実際に使って試したギアですが、どのルールでも使えるが特化はしきれないなというのは感じたのはありますね。その点だけ注意して参考にしてもらえるといいのかなと思います。まず1、おすすめだけの構成です。ラスパサーマルスペゾーで、スペゾーは 0.3、 インク効率は 0.4、 サブ性能は 0.2 つけたものとなります。メインサブスペそれぞれを使うことを想定した構成ですね。で、使う割合によってサブギアを変えるという感じになります。ただこれに関しては尖ったものではないですね。切り替えがしやすいのが特徴となります。続いてはおすすめと用途に合わせた構成となります。ラスパースペゾー大仏ですね。で、それにサブとしてはスペゾー 0.2、 インク 0.4、 イカ速度 0.3 となります。徹底的に相手の邪魔を意識した構成となります。メインとスペシャルを回しながら相手の動きとスペを潰すのが特徴となります。ただ相手のスペシャル次第では逆に立ちにくいのが難点です。あとイカ速の部分は人速などに変えたり他のギアに変えるのもいいかなと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。アプデ後のトライストリンガーのギアパワー候補を紹介はいかがでしたでしょうか。シーズン後半ですが、環境の変化が起きてギアの調整など難しいところかなと思います。特にシューター環境ですので、メインで対策できないことはスペサブやギアに頼って抵抗していきたいですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。